こんにちは、堀田大輝です。今回はドリブル練習をやっていきたいと思います。僕と一緒にテンションぶち上げて練習してくれるみんな、頑張ろうぜ。レッツゴー。まずは腰ドリブルだ。手のひら全体で力強くついて腰の高さでキープしてみよう。試合中はたくさんのディフェンスが君のボールを取りに来る。ボールを取られないためにも顔を上げてディフェンスを確認しておかないといけないよね。それから味方のどの選手が空いているのかも確認しておく必要があるね。たくさん言ってしまったけど顔を上げてれば大丈夫。顔を上げて、顔を上げて、顔を上げて、ファイティー。ちょっくら休憩。みんな朝ごはん何食べた？僕はね、スーパーでイチゴ買ったがやけど、1パック800円高すぎておったまへ。次は左。ここで質問回答タイム。なるべく少ないドリブルで相手を抜く方法はありますか？あります。これまでスピードを生かしたプッシュクロスやインサイドアウトで抜くのが一番。 YouTube で解説動画を出しているので、ぜひ見てやってみてね。おっとおっとおっとっと、そこの君、下を向いてドリブルしていないかい？前を向いてドリブル頑張ってくれ。はあ、2回目の休憩だ。みんなイチゴに何をつけて食べる？僕はね、何もつけないで食べる。頑張っていこう。次は指先で細かくタップのジョルトドリブルだ。なるべく細かくタプタプタプ。みんなスラムダンク見た？あの安西先生の顎を触る感じでタプ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 すると結構うまくいくよ。みんな安西先生の顎をタプ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 。いいぞ、その調子だ。休憩だ。安西先生の顎結構柔らかいよね。左手も安西先生の顎を触る感じで頑張るぞ。ここで質問回答タイム。ディフェンスを良くするにはどんな練習をすればよいですか、という質問に答えていきたいと思います。これはですね、非常に足が細かく動けば動くほどディフェンスは良くなります。つまりラダートレーニングが一番。僕の YouTube でもラダートレーニング解説しているので、ぜひ見てみてください。おっと、左手タップタップ忘れてない？タップ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 、焼肉食べたいな。4回目の休憩タイム。僕はイチゴが好きだと言いましたが、本当に好きなのはみかんです。レッツゴー。次はワンドリブルしてフロントチェンジ。ワンドリブルは力強く、フロントチェンジは自分の真ん中に落とすことを意識してやってみよう。ディフェンスが取りに来ても簡単に取られないように素早くチェンジすることが大切。あいつのドリブルなかなか取れんわって思われたら君の勝ち。ビビって取りに来れんようになるで。みんなめっちゃいい感じやん、その調子。頑張ってや。5回目の休憩タイム入ります。僕はみかんを食べるときにいつもだいたい10個ぐらいは食べます。みんな何個食べる？次は連続フロントチェンジだ。ボールを落とすのは真ん中。チェンジした時に自分の体の幅よりボールが外に出るように横に大きく揺さぶってみよう。これをすることでディフェンスはビビっちまって絶対についてこれねえよ。ディフェンスを置き去りにして得点量産間違いなしだ。お、みんなめっちゃうまいやん。そうそうそう、その調子頑張るぞ。おお。6回目の休憩タイム入ります。僕の趣味は何だと思う？みんな当ててみてね。正解は散歩。頑張ろう。次はレックスルーだ。リズムが変わってるの分かるかな？1212121212。ためためため。この溜めるドリブルと速いドリブルで緩急をつけることでディフェンスとズレができやすくなるよ。ズレができることで得点することが簡単になっちゃうんだ。今できなくても大丈夫。この動画を続けることで確実に上手くなること間違いなしだ。7回目の休憩入ります。みんな今日めちゃめちゃ頑張ってるから夜ご飯はハンバーグで決まりだ。ハンバーグ。はい、ここで質問タイム。大輝さんって
年齢はおいくつなんですか？永遠の14歳ではないですが、本当は今年30歳になります。もう一つ、バスケやめたいって思ったことありますか？本気でやめたいと思ったことはありません。なぜなら大好きだから。高知県で景色が綺麗なところを教えてください。ここはもう一択で柏島です。スポーツ経験はバスケだけですか？いえ、違います。一番最初に柔道、2番目にサッカー、3番目に野球、4番目のバスケに最終的に収まりました。バスケを選んでよかったです。次は片手 V の字ドリブル。手のひらをしっかり返してドリブルをコントロールしよう。このドリブルは意外と難しくてボールに目が行きがち。しっかり前を向いてボールを見ずにコントロールできると完璧ペキペキペキ。今うまくできなくても大丈夫。ここまで続けられたことがすごい。自信を持ってファイティング。 ブイ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 。9回目の休憩に入ります。9が続いてちょっとダジャレみたいになっちゃったけど、決してそんなことはありません。それでは行って9。次はダリヒー。ここで僕の地元の土佐弁コーナー。パチ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 。問題です。ダラン、そこの席とっちょっちゃっちゅうき、さっき言っちょって。これは標準語で何と言うでしょう？正解はダラン、そこの席取っているから先に行っててね。まあこの問題マジでどうでもいいよね。みんなの街の方言も教えてね。はあ、ちょっと疲れた。10回目の休憩だ。よしよし、もう少しだ。もう少しで進化できるぞ俺たちは。共に頑張ろう。次はワンドリバック。バックチェンジのコツはお尻の真下に落とすことと後ろ重心にならないこと。人間は頭が一番重たいから頭が後ろに行くと後ろ重心になっちまう。頭を前に残したままお尻の真下に落とそう。おお、みんな上手にできてるね。あともうちょっとだから頑張って頑張って頑張りましょう。おっと、お、今休憩だからこれミスではないな。おっと、セーフ。ピョッピョッピョー。次は連続バックだ。これもポイントは同じで、お尻の真下に連続で落とす。みんなよく頑張ったね。ここまで練習できた君はライバルより一歩前に進んでいる。できなくても大丈夫。練習したことが素晴らしい。自信を持ってね。そしてこれを1ヶ月続けてみよう。きっと想像できないくらい上手くなってる。毎日コツコツ、チリツモ精神、継続は力なり。最後までできた人はコメント欄で教えてね。僕はいつも君の味方だ。